間違えたな。Nadie despreciado, sin importar lo pequeño que sea. それでお前は何するんだ？これが全て終わったら。そうね、いい車を手に入れてただ西へ向かう。カリフォルニアに着いたら素敵な相手を見つけて、私たちのやり方、東海岸のやり方を教えてあげるの。ああいいな、きっとできるさ。あの映画の可愛い子でもいいな。車の映画のいいわね。彼ならいい車といい女の価値を分かってくれる。いきなり乗りつけてベイビーパラダイスに連れてってやるとか言うの。それ管理官から JTF パトロールへ最優先事項、救急物資の回収予定、ペンシルバニア駅へ向かえ。こちらスパロー3オーバー、すぐに合流する。米国敵に接近中。銃声だわ。接近中。お前がいてよかったよ。接近中。こちらスパロー3、現場に到着、準備完了。あとは任せて、物資は必ずセーフハウスに戻すわ。危なかった、よくやってくれた。管理官からディビジョンエージェントへ。西29番通りの ODEA 付近で JTF が攻撃を受けている。
前が来なければみんな死んでた。これで今後巡回中の JTF を狙わないようになるといいかな。警告、敵が接近中。敵が接近中。さくさくさ。警告、敵が接近中。敵が接近中。一体どうやった？ありがとう。あなたがいてくれて心強いわ。集合は20分前だ。どこで油売ってた？すまない。面倒に巻き込まれて、遠回りせざるを得なかったんだ。で、何を持ち帰ってきた？その、何もない。数が多すぎた。置いて逃げるしかなかった。何もないだと？事前事業だとでも思ってんのか？俺たちが身を危険にさらしてるのは、お前の安全やただ飯のためか？いや、そんな、すまない。しっかりしろ！追い出されたいのか？お荷物に居場所はない。これが最後の警告だからな。恐れはないが腹は立つ。正直楽しくなってきたよ。の全要員へ。西26番通りで市民が人質に取られたとの報告あり。見事なお手並みね、エージェント。ありがとう。
します。助けてくれ、お願いだ。また会えて嬉しいわ。ベンプラザ付近の JTF へ連絡。西34番通りのカーマンの店へ急行せよ。市民の人質あり。ありがとう。善良な人を失うのはもうたくさんよ。エージェント、投下した補給物資を回収してほしいの。力を合わせて取り組むわけだけど、外に出るのが私じゃなくてあなたで本当によかった。自分が特別だってことを忘れないで。重装備の敵の集団と戦ったらほとんどの人は生き残れないから。座標を送るわ。感動したわ。いいことねえな。
なんでやの。いろいろ感謝してるよ。敵接近中。あら、こんにちは、エージェント。今度こそあなたがやられるだろうって賭けをしたがる連中が大勢いたけど、私は取らなかったわ。賭けるお金がないのが一番の理由だけど、あなたを信じていたのも理由の一つよ。お見事だったわ。注意、測定値によるとここは安全です。あなたは本当に本当に最高ね。あなたなしでこれまで生きてこられたのが不思議なくらい。今度少しだけど感謝の印を送りたいから、ちょっと立ち寄ってくれない？うちの子供たちは来てくれないのよ時間を見つけて来てちょうだい。してくれたわね。ディビジョンの人たちからしっかりと訓練を受けたのね。
うちの子たちもそういう立派な市民になってもらいたいけど、ベニーは自分で靴ひもも結べないの。いつか話をしてやってちょうだい。この騒ぎが終わってからでも。これはもっと何でも必要なものが揃うよ。ニューヨーク。こちら。まあいい。また今度。すまないが、今長々とおしゃべりがしたいって気分じゃない。実はアップタウンに行ったんだ。ダークゾーンを一目見ようと思ってな。今からする話はただの噂話なんかじゃない。俺が自分の目で見てきたことだ。最初に。壁はまだそこにある。もっと大きくなってた。縄文が上に張り巡らされてる。12月には病人を隔離するためのものだと言っていた。今は俺が思うに恥ずかしがることは商品を見ていかないか。知られたくないんだろう。それで取引完了だな。壁に死体が見えた。生きている人はほとんどいない。世界から見捨てられたような場所だ。来てくれ。至る所にある。争いの跡、弾痕、爆発の焼け跡、燃え尽きた窓やドア、当局が撤退して病人がしようとしたことは。確認。データスキャン完了。ファイルをダウンロード中。お願いがあるの、エージェント。もちろんチームに余計な負荷をかけたくはないけど、でももし活動中にヘザー・ラウというミュージシャンを見かけたら基地に連れ帰ってほしいの。最悪の場合はどんな状況で見つけたか教えてほしい。行方不明なの。私の妹なのよ。最後に確認された場所は埠頭近くの市民キャンプよ。もう存在しないキャンプ。ラウ、アウト。警告、これよりセーフエリアを離れます。注意、測定値によると付近にエコーが存在。ダメ、行けないわよ。道を挟んで向かいにある店が燃やされたのよ。危険すぎるわ。いい、フェイに毎日連絡するよう言われたの。心配したフェイは怒ってる時と同じくらい怖い。忘れない。
注意、機能しているエコービーコンを検出。注意、測定値によると付近にエコーが存在。この寒い中なんでお前を待たなきゃならない。くそ、寒すぎる。黙って路地を見張れ。このせいでちょっとギターをダメにしちゃったけど。なんでって、いや、まあいいわ。エイさん聞いて、あなたを無事に連れてくるために公園を送るわ。そこでじっとしてて動いちゃダメよ。エージェント、これは私にとってものすごく大事なこと。 JTF のパトロールに連れてこさせるけど、あなたには借りができた。大きな借りが。感謝の言葉もない。また連絡する。ラン、アウト。
こいつらを見ていってくれ。これでおしまいだといいな。大怪我を負って生きたまま野犬に食べられずにこうしていられるってことは優秀だってことよ。ま、運命の気まぐれかもしれないけど、いずれにしても見事だったわ。診察やったらだいぶ待つことになるで。私たちにはありません。騒がないで。説明が一通り済んだら質問を受け付けます。まあ落ち着いて。どういうご用件で？身元のことだ。ここにいるはずだ。間違いない。名簿か何かあるだろう。他の場所では見つからなかったんだ。はい、お調べします。体がおかしい。医者に見てもらいたいわ。ここで医療支援が受けられるって言ってたんだ。いや、外で生き抜くための品が揃ってるよ。言葉にもならへんわ。エージェント、会えて光栄だ。君も同じように感じてることを確信してるよ。テレビで人気を博した昼の連続ドラマで僕が演じたスペシャルエージェントとしての伝説的な役柄をおそらく見たことがあるだろう。だから僕は君を非常に身近に感じられるんだ。戦闘地域の情報を送るよ。それが必要のないものでも関係なく。ねえ、何かお探し？俺が見たのはスキニーマスクをかぶってライフルを持った男が、まる。他の誰かに見つけられる前に回収しないといけない補給物資の箱があるんだ。こちらカニ館、応援を要請。11番街の電気店で複数の人質を確認。これは最優先事項。探知しました。
当にありがとう。ワイルドチャイルドとかいうやつに罪もない人たちが襲われてるって話だ。介入してもらいたいんだが、シーズン2で僕が演じたシーンに酷似してるらしいから、アドバイスが必要なら遠慮なく言ってくれ。
借りを返してもらうだけだ。LMD はイカれた連中ばっかり。生きててよかったって思える日だな。何か見つけたら。
注意。これよりセーフエリアに侵入します。警告、これよりセーフエリアを離脱。他の誰かに見つけられる前に回収しないといけない補給物資の箱があるんだ。僕たちならできる。敵接近中。敵接近中。警告、物資が攻撃されています。もしもし。警告、物資が攻撃されています。収集したら一緒に昼飯でもどうだい？トンネルがまだあることをあなたに感謝しなくちゃね。
サラヘルプラインです。ご用件は？あ、よかった。病院へ行こうと思ったんだけど、助けてほしいんです。わかりました。緊急なら911がいいと思われますが、緊急ですか？熱があって、ずっと吐いてて、止まらなくて、医師にかからないと。それでは、緊急医療センターに連絡します。お名前とご住所を教えてください。ずっと一人です。なりたくない。一人になってなりたくない。